いやでもね、住之江はもう年末も走りましたし、はい、どうですか、住之江のイメージ。いやもう、本当、去年を締めくくる、下手さぶりを発揮したので。いやいや、そんなことないですよ。その前のね、やっぱりね、女子戦の時のね、通行のフライングが痛かったっていうね、それだけちょっと謝っておいてもらっていいですか。はい、フライング切ってしまって本当にすいませんでした。はい、もういろいろすいませんでした。いやでも、ね、前回も何よ、謝りました。謝りまくりやんか、はい、そんな。そうなんです。いやでもどうなんですか、それね、もうフライングだけども、まあ、クイーンズクライマックス、やっぱ12人で行きたいですね。はい、はい、今年は頑張ります。そうですよ、地元で行われませんか。はい、是が非でも出ないと。絶対出ます。絶対に出ます。はい、どうやって出ましょう。まずは、いやまずはもう稼がないと、稼がないといけませんね。はい、走ります。だってさっきプロゴルファーの方とトークショーしたんでしょ。はい、しました。プロゴルファーの方、かわいかった。福田さん、22歳。何も稼いでるんでしたっけ。3700万。大谷さん、去年何も稼いだんですか。2400万。負けそうやな。でもね、大谷選手ね、持ってくるね、ギャグがね、なんかマニアすぎんのよ。しょうがない、しょうがない。ほんまに、一般的や。いや、一般的に全員そんなしてるから、ね、それ知ってる2人しかいない。今から来ますから、皆さん、今から来ますからって、来るんかいな。もう何回するのこれ。下だけ。さ、あれはもう去年やってたやつは大阪やったら行けるんだ。大阪やったら行けるよ。ボートで香りがベストアップス BKBE で。ほら、一人しかやれへんなんやでも今度からじゃあ開会式はそれでいきますか。どれですか。ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん、そこからどうやってつなげていくの。いやちょっと考えないと、ね、考えないといけませんよ本当にね。あなたもあれですよ、はい、ほんま、あの開会式で滑る率がもう年々上がってきてます。うん、そうなんですよね。そうでしょ。はい、ほんで青木孝太郎選手、旦那から怒られるわけでしょ。いや怒られない、やってこいって言われる。やってこいって言われる。孝太郎君も行ってこいって。行ってこいって。自信満々に行って。一緒に考えてくれ。一緒に考えてもらいましょう、それは。滑るネタ。いや、滑るネタはやったら、受けてください、ね。はい。でもあれですよね、本当にハートは強いですからね。はい。やりきる自信はある。やりきる自信はある。はい、もうレースも、それはもうハートはもう。なんで、もうレースも今年はやりきる自信もある。今年はやりきる自信ある。はい、もう今年はもう、普段とはもう、全然違う気持ちでいかなあかん。はい。どうなんですか。え、去年のりょうちゃんを1年間私、はいはい、見てたわけです。りょうちゃん、こっちが涙が出るぐらい頑張ってたんで、もうね、あの、はい、クールビューティーが、クールよりもさらに出てましたからね。出てました、気持ちが。はい、それぐらい、りょうちゃんも行く。はい、私も行きたいと思います。ほんまの、で、じゃあ、あの抜かれた時は何て言うの。抜かれた、ボートが抜かれた時は何て言うの。ちょっと待って、ちょっと待って、お姉さん。やっと使う。ちょっと優勝したいですね、一回。はい、去年してないんで。うん、気持ちよく、気持ちよく、どの辺をか気持ち変えていきます、レースは。ここから変えたい。ここから変えたい。どういうこと、どういうこと。ここから変えたい。どういうこと。私ここ、住み内入ってるんで。おうおうおう、はい、2月の。2月の。はいはいはい。はい、そこからバチッと。バチッと。ここから変えたいです。2月の女子戦開会式僕ですわ。知ってますよ。知ってんの。じゃあもう、うん、それはもうそのギャグやるでしょ。もう嫌かもしれない、みんな飽きてるかもしれない。いや、みんな飽きてるとかじゃなくて、聞いて、あったかいんだからとかもええねん。分かってるやん。いや、分かってる。いや、違うやん。いや、みんな飽きてるからじゃなくて、うん、ここでやりすぎやで、まず。あ、そうか。ちょっと待って、お兄さん、今日、このステージ、今何回言うた、5回。5回は言い過ぎ。じゃ開会式ですか。そうね。そこでバーンとインパクト与えて、水面で弾けてくれる。みんな笑ってください。みんな笑いますよ。ただ、みんな来るかどうか知らないですよ。言っといた方がいいですよ。私、はい、次の住内から、はい、気合い入れた、優勝狙っていくんで、皆さん、温かく見守ってください。何の話。いや、それ温かく見守りますよ、はい、そら来てね、もうね、花束とかも一番がいいもんね。え、なに、花束とかもらうのも一番がいいでしょ。いや、開会式とかで。いや、そんなのいい。絶対嘘。いや、いや、あれなん、ここはやっぱり、あれですよ、地元愛が。でも鎌倉選手は置いといて、はい、他には負けたくないわけでしょ。小野聖奈とか最近ちょっとグイグイ出てるのはちょっと腹立つな思ってるでしょ。いやもう小野ちゃん上手だし、すごい頑張ってるんですよ。だから一緒に頑張ろうって、一緒に頑張ろうと思って、私はギャグばっかやってるのにあいつもおのくろやりやがってみたいな気持ちはないの。ない。おのちゃんにはおのくろ頑張ってもらって、おのくろ頑張っていただいて、はいはい、あとは誰、最近の若手で、あ、この子ちょっとええなっていうのは。武井ちゃんも良くないですか。武井ちゃんいいですよ。武井ちゃんいいですよ、はい、キャラクターもいいですし。そう、うん、そうなのよ。でもまだまだ武井には私の前走らせませんわよって思ってるでしょ。
いや、そんなも思ってないです。そんなも思ってないですか、はい、あ、そうですか、はい、みんなが頑張れば、うん、私の気持ちももっと向上するんで、あ、そうですか、はい、じゃあもうみんなで福岡勢で頑張って、とりあえず年末を目指していこうと、年末目指します、ほうほうほう、はい、まあ、それにはやっぱり事故がね、はい、ない方がいいですよね、はい、もうしない、もうしない、もう今年はしない、大丈夫、はい、2月大丈夫、大丈夫、もうほんまノリノリの時はすぐ行くからね止めてね止めてねやない止めてね、もう自分が乗ってる、これいける思った時は、はい、ね、結構熱くなっちゃうタイプ、熱くなるタイプ、ほんと、あの、優勝狙ってたんで、うん、優勝狙ってたね、あれはもう優勝の勝負がけやったから、はい、12月に向けての、はい、だからもうしょうがないです、うーん、でもダメだった、うん、ダメだった、知ってます、はい、みんな知ってます、はい、ダメだったんで、はい、うん、はい、2月はきっちり、うん、その分も、年末の分もきっちり取り返そうと思います、取り返そうと思います。2月はどんな作戦でいきますか、南高、住之江の走る時、私このコース勝ったらもう絶対結構ええ成績いきますよみたいな、どこですか、やっぱり私3コースが好きなんで、はい、で、うん、私3コースのここで1回12レースなんですけど、まくり出ししたことあるんですよ、うん、おうおうおう、だからそれがすごい鮮明に自分の中で、結構自分の中ではいいターンできたなっていう、ベストレース、ベストレースがあるので、そのレースのイメージで3コース買ってください。3コースの時はもうバシッとまくりに行くかまくり出しに行くかは分かりませんが、分かりませんが、両方押さえていただいて、はい、頑張ります、大丈夫、大丈夫、鎌倉でもバーン行ったら、うん、りょうちゃんでも、ここは勝つよって、いやいや、もうそれはもうどんどん言うとったらいいよ、ここは、そんな気使うタイプちゃうやん、別にいつも、いや、りょうちゃんかわいいから、りょうちゃんかわいいから、え、じゃあ誰が嫌いなの、いや、嫌いな人いない、日高や、日高やろ言われてる、日高さん、日高さんめっちゃいい人やん、日高さんめっちゃいい人ですよ、別に害はないもんな、うん、マイペースなんだけど、ね、あの人がこうやって歩いて急いでるだけでな、こっちサイドは、いや、日高さんめっちゃ可愛いんですよ、めっちゃ可愛い、どういうところが、うん、それみんな疑問やからそれが教えて、本当ですか、うん、もう何言っても、うん、え、そうなの、やってみるって言うんですよ、おお、で、しっかり言うこと聞いて、なんていうんですか、うん、なんかこうなんか疑問っていうか、うんうん、新しいこととか、うん、誰かがやってることとかも、うん、全て自分に取り入れようっていう、うん、その姿勢がめちゃくちゃ可愛いっていうか、そうですね、はい、あのベテランなのに、はい、日高さんクラスであんだけ稼がれてて、うん、あんだけすごい人なのに、うん、誰の言ったことでも、うん、そうなのって素直に一回ね、飲み込ん で、はい、で自分に合わなかったらまあやらない、やらないかもしれないけど、一、うん、回試してみるっていうか、うん、そのなんか、うん、考え方っていうか、おうおう、すごい素敵だな、それを尊敬したいなと、はい、やっぱ日高さんとよくレース一緒になったらやっぱり宿舎も一緒でしょ、うん、だからそういうところはもう全然気使わんで、はい、マイペースでいける自分も、マイペース、はい、全然、あ、そうですか、日高さんだって、うん、なんかもう自由にさせてくれるんで、あ、そうなんですね、向こうも自由やから、はい、向こうは朝が早いだけで、早いだけで、うん、で、私も基本的に早いんで、うんうんうん、うちの部屋は早いね、あ、そういう感じで収まる、はい、でも魚谷選手ももうママになって、はい、もう息子いくつになったんですか、この4月で3歳です、うん、3歳のお母さんですよ、はい、どうですか子育ては、今大変です、今大変、はい、なんか反抗してくる、はい、なんて反抗してくる、なんかこうダメよがダメらしいんですよ、ね、ダメよって言われるのが嫌なの、うん、だからダメよって言ったら、うん、何する、何を投げてる何を投げてる、そこら辺にあるもの物を全部投げるの、嘘、怒って、で、青木孝太郎選手はなんていうの、パパは、で、私がそれに対して、うん、もっとなんか怒るから、もうそんなことしたらダメでしょって、うん、また怒るじゃないですか、うお、それは多分違うと思う、え、うおって呼ばれてるの、あ、そうです、はい、いやいや、はい、青木やろ、青木香りになってるわけでしょ、それでも家の中でうおって呼ばれてる、はい、変わってるね、あの人も、やっぱり、いやでもそうやってあの子育てとかしてると、うん、やっぱりもう家早く帰りたいなって思う時もあるでしょ、いや基本レース場来たらそんなのはさすがですね、うん、思ってないんですけど、あ、プロですね、はい、やっぱりもうそこはもう勝ったろうしかない、いやなんか、うん、置いてきてるわけじゃないですか、うんうん、言ったら、はいはい、大事なんですよ、うんうん、なんでやっぱり自分は自分の仕事をきっちり全うして、うん、やれるだけのことやって帰ろうと思ってるんで、お、はい、その期間は、うん、このことはあんまりほとんど考えてないです、さすが、これはもうプロですよ、素晴らしい、それはもうこれはもう福岡の年末もね、しっかりと賞金ランキング1位でいってくれるでしょう、はい、頑張ります、1位ですよ、うん、1位になるためには丸亀を優勝しないとダメ、そうですよ、はい、はい、じゃあまあ丸亀に向けての一言ちょっとお願いします、うん、はい、まずは2月のここから、うん、はい、しっかり取っていきたいと思いますので、うん、
どうぞ温かく見守ってください。見守ってください。今年はもう事故はしません。はい、しませんね。12月があるから、はい、はい、思い切り言ってください。はい、去年のりょうちゃんを見て、うん、私もしっかり成長して今年、しっかり年末走れるように頑張りたいと思います。最後にもう一言だけ皆さんにこんだけ集まっていただきましたからね。はい、たくさん集まっていただいてありがとうございます。今年は勝負の年です。頑張ります。頑張りましょう。はい、お願いします。選挙の演説みたいになってますけども頑張っていただきましょう。大谷香織選手でした。ありがとうございました。